今朝のあれって結局アホな男女が二人いただけなのでは。何あれ、隣の子誰？はあ、デート？それぞれ好きにやろうじゃないか。迷惑をかけない程度で。好きにやるってそういう意味？しかも黒髪に黒縁メガネってまるで昔の私じゃない。はあ、何このロンファー、あの男もう連れ込んでるの？入学してまだ1ヶ月も経ってないのに。私を家に入れてくれたのは付き合い始めて半年も経ってからだったのに。私何か勘違いしてるのかな。私はまたつまらないことを大げさに捉えてしまってるのかな。